はいどうも、リンゴです。今回は東京コミックコン2023の、来日セレブ発表第2弾がありましたので話していきます。それとこの前浜松のコミコンミュージアムカフェ、こちらのイベントに行ってまいりました。これから招致されるセレブの情報とかいろんな情報があったんですけども、これオフレコなので、話せないことがほとんどなんですけど、どんな感じだったのか感想ぐらいは伝えていこうかなと思います。はい、では話していきますけども、まず今回発表があったのがマッツ・ミケルセン。マッツは東京コミコン2017にも来られていまして、ハリコンでもコロナ前は参加されておられました。今年の大阪コミコンの目玉ゲストでもありましたよね。なんとマッツ今年2回目の来日ということで、世の中のマッツファンはざわついているんじゃないのかなと思いますね。カフェイベントでもほぼ参加確定ということで発表されていたセレブです。マッツはいろんなジャンルの作品に出演されていますよね。ハンニバルとかアナザーラウンドはもちろんのこと、 MCU ドクターストレンジのカイシリウスとか、スターウォーズだとローグワンのゲイレン・アーソー、ファンタビシリーズではゲラート・グリンデルバルトなど、いろんな界隈のファンが多いなという印象なんですね。今年大阪の時は前売りチケットはものの数分で完売してしまいました。今回も同様チケット争奪戦になるんじゃないのかなと思います。ただし大阪の時はマッツの希望でコミコンの2日目だったかな、夜に新規の撮影会枠を作ってくれたり、ものすごい数の当日券が出ました。当日券のみならず、前売りチケット、これも直前になって追加販売がありました。なので、今回もおそらく当日券ある可能性高いですね。前売りチケットすぐ完売しちゃうんじゃないのかなと思いますけど、決して転売屋とかから買っちゃダメですね。もし買えなくても会場行きましょう。もう絶対にチャンスあります。当日券ってどう買うんだろうと、初めて行く方は分かんないかもですが、セレブエリアに当日券売り場っていうのがあるので、普通に並んで買う感じですね。これも早く行けば買えるというものでもなくて、ゲリラ的に販売されるので、正直いつ販売されるのかっていうのはわかりません。ツイッターとかでこまめに情報を確認しておいた方がいいですね。当日券があるときは、公式のアカウントからも発表がありますし、誰かしら、報告してると思うので、SNS、常に情報を見ておきましょう。コミコンはね、結構情報戦だったりするので、ツイッター、今 X なんですけど、やっとくと、ものすごく便利です。で、チケット価格や発売日はまだ未定なんですけど、大阪コミコンの時は撮影会、サイン会、チケットは共に25,000円でした。円安が進んでるので、同じ値段かそれ以上になる可能性がありますね。そして、ポム・クレメンティエフ、MCU では、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのマンティス役で有名ですが、今年は、ミッション・インポッシブル・デッド・レコニング・パート1で注目され、続編への登場も確定しています。本当は去年の東京コミコンで来日する予定でしたが、このデッドレコニングパート2の撮影が入ってしまってキャンセルとなっていました。今回初参加ということで期待が高まってますね。チケットの価格と発売日はこの動画を撮っている時点ではわかんないんですけども、去年のカレンギランと同じ価格帯、2万円前後かなと予想してますね。第1弾で発表されたセレブ、エヴァンジェリン・リリーとトム・フェルトン、クリストファー・ロイドの3人も未だ価格発売日ともに未定の状態となってます。ではここからは浜松であったコミコンミュージアムカフェでのイベントのことについて話していきます。東京コミコン公式チャンネルの、コミコンまっしぐらの公開収録がありまして、ここだけで発表された今年のコミコンについてのセレブ情報、裏話、そして関根さんとのチェキ会とスピさんのサイン会が開催されました。他にも参加者とのトークショーとか、招致してほしいセレブをリクエストする機会もあったり、すごく楽しいイベントだったんですね。ここでのセレブ情報というのは、でこれから発表されるセレブたちの名前、こちらは、ほぼ確定の方
方や現在交渉中のセレブの名前がありました。今回のマッツとポムもここで名前が上がっておりました。マッツはほぼほぼ確定と言われていて、ポムはちょっと今交渉中かなぐらいの感じで話があっておりました。冒頭でもお話しした通り、ここで発表されたあのセレブの名前は公開できませんが、僕自身の、まあ、率直な感想だけはお伝えできると思うので話していきますけども、今年のあのセレブ本当にえぐいです。あの以前関係者の方が今年のコミコンのゲスト、腰を抜かすって言ってましたけども、紛れもなくその通りだと思います。実際あの交渉中含めてそこそこの数のセレブの名前が会場で上がったんですけど、あの正直オタクの財布を殺しにかかってます。今回あのマッツとポムが発表されましたね。個人的にはこれまだまだ序の口だと思います。あの人数も去年10人ぐらいいたと思いますけども、多分今年それ以上の数になるんじゃないのかなと思いますね。まあ、セレブチケットに必要な金額すごいことになると思うので、まあ、あの散財する覚悟と、コミコンまでにみんな推しに会うために節約しておきましょう。これぐらいしか言えないです。まあ11月にかけて少しずつ発表されていくと思います。でコミコンのゲストって結構その傾向的なものがあるんですよ。あのコミコンのゲストを見てると、まあ、参加してるセレブたちって海外のコミコンとかでもよく参加されている方々なんですね。あのもちろん例外的なものもありますけども、まあ、去年のコミコンの参加セレブとか今年の大阪コミコンのセレブもほぼほぼあの海外のコミコンで参加されておられます。であの最近ジョニーデップとかキアヌリーブスが今年コミコン来るんじゃないのかなという噂が流れていましたけども、この二人あのコミコンに参加するような俳優ではないんですね。ということはまあそういうことなんですね。それと今年のアンバサダー、これ激アツなんで、あのめちゃくちゃ盛り上がると思います。あの邦画、洋画ファン問わず人が押し寄せてくるんではないでしょうか。で、コミコンのセレブチケット去年から高くなってますね。で、これやっぱり円安が影響してるみたいですね。運営さんも、まあ、高くならないように、まあ、努力してるみたいなんですけども、まあ、いかんせんこれドル計算になるので、まあ、仕方がないみたいですね。で、ちょっと今回もう一点話しておきたいことがありまして、今年日程が12月8日から10日ですよね。この同じ日程で、まあ、ホールは、違うんですけども、幕張メッセで X コンという音楽フェスが開催されます。ジャンルや国境を越えて、アニメ、ゲーム、ロック、ヒップホップ、アイドル、K-POP、VTuber など、様々なシーンから最高峰のアーティストが一堂に集結するというもので、ラインナップこんな感じですね。間違いなく幕張メッセ付近混みます。特に気をつけてほしいのが海浜幕張駅、行きと帰りの交通機関はよく考えておいた方がいいですね。というのも2019年の時が、乃木坂の握手会と BTS のライブと東京コミコンが重なったんですね。その時海浜幕張駅は入場規制かかるぐらい混んでたので、これ同じ事態になる可能性があります。ホテルや公共交通機関気をつけておきましょう。はい、ということで今回はここまでにしておきます。もし何か質問とか相談事項がある人は概要欄にツイッターのアカウント貼ってますので、こちらに DM をお願いします。YouTube のコメントよりツイッターの DM の方が気づきやすいので、できたらDM の方でお願いします。ではまた続報が出たら動画でお話ししたいなと思います。今回ここまで、じゃあまたねー。